はい、今日から俺は YouTuber、西島さとしです。あ、前田です。今日は、先日、もう言っていいんですよね、うん、先日行われた WBO のスーパーフェザーのチャンピオンになったスティーブンソンというサウスポーの選手がいるんですけど、その人が、まあいいなと思うコンビネーションを打ってたんで、まあそれを紹介したいと思います。でまず、それが何かというと、もう簡単に言ったらボディストレートなんですけど、ボディストレートって基本は、まあ、最初の場合は、まあ、ワンツーで、ツーで下に打つ人が、まあ、7割ぐらいやと思うんですよ。最初のワンツーとかやと、まあ、もちろん前田君もうまいし強いんで、ワンツーのボディストレートなんかもう見慣れてて、楽勝でバリングされるんですよ。よほどスピードとかタイミングは合わせないと。で、まあ、その上下に行きやすいパンチ、まあ、個人的になんですけど、まあ、僕は2とフックが得意で、まあ、前田君はフック、動画やってる通りフックが強いんで、強いパンチの後にボディストレートを打つことで相手の意識を上に散らせて下が当たりやすいっていう傾向があります。なんで、まあ、ジャブとかで簡単にジャブジャブ2っていうのはこっちへ軽く触られてるだけなんで、こっちの手がもう準備してるじゃないですか。なんで当たりづらいというか当てるの難しいんですけど、強い、例えば前田君がフック、まあ、こっちかフックを打った強いパンチなんで、こう上半身ちょっとずれてしまいますよね。でそれでボディが当たりやすい。コンビネーション、この3つのコンビネーションの3発目にボディを打つっていうのを意識するだけで、格段にこの相手に当たるパンチも増えますし、まあ、そのボディが当たりだしたら、そのボディをフェイントにして上っていう4発目の攻撃にもつながりやすいと思うんで、まあ、ぜひそういう攻撃をやってみてください。まあ、参考はさっきも言ったんですけど、WBO のスーパーフェザーのシャフル・スティーブンソンという選手がいいコンビネーションを打ってるんで、そちらを参考にお願いします。以上です。スティーブンソン、スティーブンソン、スティーブンソン何やった結局、スティーブンソン何やった、何やった、どんなコンビネーションやった。スティーブンソンは、僕が覚えてるのは最初の序盤は2フック打って、まあこれも当てに行ってるやつです。当てに行く、どっちも当てに行ってこう、けどだんだん終盤になっていたら、次は何やったかな、こっちやった、アッパーフックストレートっていう感じで、こう距離によってももちろんなんですけど、まあ基本は2フック左、2フック後ろの手から練習してもらって、慣れてきたら近い距離から下とか、同じ手で下とか、まあもちろんその下側だった後にさらに上返すとよりいいと思うんで、今日は3発って言ってますけど、その3発目が当たるようだったら4発目5発目っていう感じで攻撃を増やしていけるようにやってみてください。以上です。ツーフックボディが俺のドン。